応、ボロフェンということなんですけど、これ、まあ、ウィキペディアで調べてきました。で、ボロフェンの B の36、まあ、クラスターって書いてあるんですけど、これはまあ、集まりとして、いや、これから。これはまた、あとちょっと、まあ、写真があるんで、先に見ますけど、こういうのがクラスター、集まりですね。これ、ホースなんですよね。どんなふうに言ったら、先に言っちゃいますけど、グラフェンというのがありまして、これはボロフェンが先に出たやつなんですけど、こういうハニカム構造って、六角形の形をしたものがザーッと並んでます。これは炭素でしょ？はい、炭素でしょ？炭素です。これは炭素です。これが最初に出て、ノーベル賞をもらったやつで、こちらが最近出てきた、最近ちょっとも、まあ、ちょっとだと思うんですけど、これは酵素ですね。で、作ったものですね。で、もう一度戻りまして、ボロフェンっていうのは、まあ、酵素の同素体以外みたいなものですね。成長されている物質の一つであり、平面構造をとるグラフェンに類似した物質であるとされる。まあ、グラフェン、これ炭素ですね。これと、まあ、炭素で、確か先生から、ね、講義していただいたことがあると思うんですけども、これグラフェンに似たもので、ちょっとこれより、まあ、あの特性が優れるというか、そういう面があるみたいなんですけど、それはこれからの問題だと思うんですけど、でこの存在がですね、明らかになったら2014年に、ブラウン大学の王気学規制ですか、ちょっと見方は分かりますけど、ボロフェンの単位クラスターの存在を示唆する実験的な証拠が確認されている。それで実験で実際にこういうものがあったということが、証明されたんですね、確認されたんです。で、これも内容なんですけど、理論も書いてあるんですけど、先ほどグラフェン、グラフと並べて酵素を出したんですけど、酵素は炭素よりも電子が一つ少ないんですよね。それで安定した平面構造であるグラフェンにおけるハニカム構造のような、構造を形成することはできない。しかしながらですね、しかしながら三角形の方と方子を並べたユニットの中央に六角形の、空洞が存在することで、ちょっとこれもう一回見ますと、これですね、ここに空洞が存在するわけですね。存在することで、酵素によって形成された、平面上のクラスターを安定的に存在させることが可能であることが理論計算によって予想されていたんです。で、その単位クラスターとして36個の酵素原子によって形成される、中平面構造が想定されている。これですね、これ36個あるんですけど、カレーカレーですね。まあ、1、2、3、4、5、6個。で、5、3、10個。15、16、15、30、31、32、33、36、34、35ですね。これが一つの集まりですね。これがクラスター。で、なぜかですね、このハニカムっていうか、この蜂の巣みたいな感じですね。こういう構造だと、そういう特性が現れるということで、これ、前にもですね、あったと思うんですけど、このグラフェン。グラフェンを最初に見つけたというか、発見したというか、人というか、これを作った人ですね。この作った人が、前に話があったと思うんですけども、グラファイトという鉛筆の芯みたいなものなんですけど、それにセロテープをやってですね、表面を転写してですね、それもシリコンの基板上にもう一回押すと、まあ、それが転写されてですね、このグラフェンというのが
得られたという経緯がありまして、それでこれだけのことで、これだけのことでついてるんですけど、なぜかですね、ノベ賞をもらったんですね。で、まあ、この平面上でいろんな特性が出てくるんですけども、これがなかなかできなかったもんで、研究が進んでなかったっていうのがあるのと、これをができた後にはですね、相当なあちらこちらで研究が進んで、まあ、なぜかノーベル賞とおっしゃいますけども、当然のノーベル賞、なぜかと言いますとね、それはまあ後でおっしゃると思いますが、量子コンピューターとかね、そういう道を開く、はい、それから新しいね、素粒子がこれによって発見されるということもあるし、それからこれをね、今二次元の面ですけどね、丸く筒状にできるんですよね、うん、だからカーボンナノチューブっていうやつ、うん、こういう筒状にこう丸める、それは日本人が発見したの、うん、それもノーベル賞候補に残っていたんですけどね、そういうことで実は単なるこういう構造を作ったというだけで、こんなことでノーベル賞かと思うんですけど、ノーベル賞はそれだけでではダメなんで、どれほどインパクトを与えるかと、科学の分野に、そういうことなんで、その点ではね、やっぱり量子コンピューターとかね、新たなね、量子が発見されるとかね、そういうとてもね、不思議な、つまり二次元、整然とした二次元だということが、味噌なんですね。ね、チューブって言ってみれば二次元なんです、うんうん、そういうことです。ありがとうございました。このさ、ハニカム構造っていうのは炭素が無限大に繋がっていくってこと、六形した、それがダーッと繋がってるわけですね、平面上ですね、うん、でそれはもう無限に決まる、無限っていうかやっぱり、うん、繋がってるんですけど、だからその停車した分だけですよね、ずっと繋がってるんですけど、ちょっと転写した部分だけは繋がってますね。だからいくらでも繋げられるってことですか、うん、うまくやればっていうこれはまあセルファンテープに取ったっていうことなんで、それセルファンテープの大きさもあるでしょうけど、結晶構造もそうなんですが、血管っていうのはどうしてもね、原子がそこにないことがあるんですよ、うん、そういうのを血管ディフェクトって言うんですけど、うん、血管ができたね、これインピリティ、不純物がどうしても混じるわけですよ、どんな風にしても、うん、と不純物の原子が途中にそこでね、切断したりするんですよ、だから年にどこまでも続くような物質を作れるということはないですね、うんうん、ありがとうございます、うん、それでちょっと質問する、この炭素の場合は手が3つですね、手が3つなんですね、手が3つ、ああ、だからそれで繋がってる、はい、とか、ホースは5つで繋がってるね、これは5個ですね、まあ、標準結合のことなんですけど、一つ、周期率表で一つちょっと違いまして、ああ、いや、確かに炭素の一つ下がホースだったね、うん、そうですね、だからこういうクラスターを作ることによって、まあ、なんか、つながるんですね、これね。つながるっていう。5つの手でね。それはあれですか、蜂の巣っていう、蜂の巣の構造からヒントを作ったんですか、ハニカム蜂の巣っていう意味なんですけど、それから来てる。その蜂の巣が丈夫だから、それからヒントを得てこういう構造を作ったんですね、うん、こういう構造になってたっていうか、なってた、なってた、二次元だっていうことが非常に大事なんですね、でグラフェンは本当の二次元なんですがね、ボルフェンの場合は少しこう、うん、平面といってもあれ膨らみがね、うん、実はあるんですよ、うん、その膨らみがあることで安定化してるんですよね、うん、うん、あ、そういうのが、うん、
で一応まあ2つの単位なんですけども、あのそしてもう一度の復習ということになっちゃうんですけど、あのグラフェン、グラフィン単位ですね、こっちの方ですね、こっちの方の方が一応情報が多いんで、今までどうだったかというと、これはあの六角形構造ですね、炭素から建てられる8月上の鉛筆芯として使われている、この層から1枚だけ取り出したものをグラフェン、こんなもので取り出せるというのはちょっと何となく、うん、まあよく気がついたなと思うんですけど、ちゃんとしたアンテナのができているんでしょうね、やっぱりこれ研究されているんですから。でノーベル賞もらったということで、あの、それであとですね、グラファイトとかカーボンナノチューブ、グラメンなど基本的な方法で、先ほど先生からもお話ししましたカーボンナノチューブなどもそういったものですね。でグラフェンの用途なんですけども、グラフェンは応用に行ってまだやっぱり研究段階のものがあって、私も調べたんですけど、作ってる会社があるんですよね。で、作ってる会社はそれをあの大学なんかに出して、それを研究してくださいっていうような段階にいて、まあいろいろただ特性があってですね、ガスセンサーとして、記載されていたり、まあ、化学プラントや放射線の、うん、環境下のガスセンサーですね、そしてはグラフェンの体色抗体性、放出体色性のセンサーが記載されている、記載されているということでまだ商品にはなっていないようですね。ただこのゼロプロマス若干時差がありますので、もう出てる、でも出たら出る気になると思うので、で、あとですね、テラヘリツや赤外線の光の吸収に適していることから、高速で応答する赤外センサーになりふることも報告されている。でさらにフィルム受容を調節することで光の吸収性を変化させることもできるので、光の検知としても機能することが報告されている。で、あとですね、その透明性があるので高い電動性もあったとですね、透明電極としても有効性があるということで、さらに、発光電気化学線としても実証されています。前にもあったんですけど、まあ、タッチパネルですね、うん、そういったものに随分もっと随分前にタッチパネルの話が出てたんで、実際に今電極かどうかっていう話は聞いてませんけども、出てる可能性があるんです。で、太陽電池とか蓄電デバイス、バイオデバイス、熱マネジメント材料や、圧電材料ですね、抗菌材料、濾過材料などにも研究ができる。まあこれをどういうふうに濾過するかとか、抗菌材料に利用することはちょっと分かりませんけれども、新しい材料としての可能性がある。うん、これ透明なんですけども電気伝導のがあるんですよ。だからね、車のガラスにですね、ラジオのアンテナを取り付けるし、そうするとアンテナがあるかどうかわからないと、でもちゃんとラジオが入るという、そういうね、あの車のアンテナに使われるという発明もあります。テレビでコマーシャルしてるよね、透明フィルムがアンテナですって。ああ、テレビでコマーシャルしてるんで、それが出てくるんですね、うん、ただこれ見るとね、なんか想像もつかない方向になんか応用されてる気がするんですけど、はい、どういうメカニズムなんですかね。抗菌材料とかろ過材料って何のろ過だっけ。変わるんだよね。そういうことを調べればよかったけど、なんかイメージからグラファイトのね、イメージグラフェからイメージでこう見ると、そのなんていうかね、電動性とかそういったことの応用だけじゃないっていうところがね、まだまだ研究段階で、この新しいボルフェンっていうのもこれの、まあ、ポストグラフェンということで出てきてると思うんですけど、さらに使いやすい材料なのかもしれませんけど、まだまだ研究段階っていうと、あのカーボンナノチューブ
を通して、ね、投薬するんですよ。薬を入れたいところに飲んで消化していって薬が届く、届きにくいよ、うん、それを直接ですね、カーボンナノチューブで直接お腹に穴を開けて言ったってね、カーボンナノチューブは細いんですから、うん、ナノサイズですから、それで送ってその中をね、薬を投与する、うん、そうするとどうしたってね、薬投与するときに雑菌がね入れば どんな消毒して、うん、ところがあのカーボンナノチューブの炭素元素に吸着するんですね、その 菌類は吸着してしまって、でそれ抜きますから、うん、結局殺菌効果があるっていうか、うん、要するに雑菌が投与の時に、その場所にまで届かないと、うん、だって肝心の薬だけはちゃんと届くと、うん、こういう抗菌作用、カーボンナノチューブなんかは実用化されている、うんうん、ということで、いろいろ可能性が広がっているということで、まだまだありまして、あそこを取りましょう。前回ここから取られました、うん、ご自体柔らかいディスプレイだけに用いる。これですね。その技術の延長で、揮発メモリーの可能性も出ます。あとは、近くの機能を持つ材料というのをすることで、電子の技術チームという磁石の機能を利用した新しい情報処理処理処置ですね。これ増田さんが前言っていただいたところでもありましたけど、スピードの技術の素子を生み出す技術の機能を盛んに行っている。あとですね、次にですね、ポストグラフェンということで、グラフェン。グラフェン、今話したのはグラフェンなんですけども、やっぱり他にもですね、ボロフェンだけじゃなくてですね、グラフェン、グラフェンに変わるものは、こんだけ上げていて、まだ他にもあるかもしれませんけど、ここでやります。で、これまあ、年代的にもこのグラフェンで、あとの、いろいろですね、この炭素元素と似た性質を持つ14属元素、ね、14属元素というのはここなんですよね。周期表で D で僕の、ね、右の方、ちょっと周期表ないんですけど、右の方の方、それとその下の段の生は質数だろうですね、最後のですね、右の方。この辺の、14度の元素、ボロンはここにあるんですけど、隣の13度なんですけども、この辺はいろいろ似たようなところがあって、先ほど話しましたけど、ハリザム構造、この辺のハリザム構造は持ちやすいんじゃないかと思うんですけどね、14度の。で、いろいろ、その、なんていうか、使い道が、優れているとか、そういうのがあってですね、それも各大学とかですね、各国、各研究機関で今研究して、新しいものをどういうふうに使うかというので競争ですね、しているみたいですね。で、まあ、名前も面白くてですね、グラフ、シリコンがシリセ、ゲルマニウムがゲルマネ、スズがスタメン、ナマリがプランメン、リンがホスメン、ホースがボロフェン。で、一番、この辺、一番新しいとは言えないですけど、ボロフェンは2014年先ほどですから、まだ新しいんで、やっぱり5年ぐらいの研究じゃ、まだ実用化されてないのかもしれないですけどね。これのところ使うっていうのが、はい、あすごい期待を受けるよしごっていうのがなんか出てくるじゃん。はい、ところ使うというのは、この前お話ししていただいてましたけど、
平面上ですね、よくドーナツ形したカップのドーナツが同じだったようですね、平面上のトボティカル絶縁体とかですね、表面はボールになるとか、で、そういったものも、これも使い道としての研究があっちこっちでされている、それも材料に使えるんじゃないかというのが期待があります。トポロジカルというのはですね、もともとフランスの数学者が言い出したことで、物理学者ではないんですよ。で、しかし非常に物理の世界に影響を与えた言葉なんですね。トポロジカル超伝導とか、トポロジカル電気伝導とか、トポロジカル絶縁体とか、それでノーベル物理学賞が、数学者なんだけどもノーベル物理学賞が、こういうことなんです。で、トポロジカルっていうのはですね、数学者だからそういう言葉を使ったんですかね。物理学者の半分ぐらいの人たちは今形の物理学って言ってるんです。形の物理学っていうのはですね、普通の高校あたりで習った物理学っていうのは形がないんですよ。要するに無限に広がった物質の、性質なんですよ。結局電気伝導を説明するときだって、熱伝導を説明するときだって、無限に広がってるという空間でだけ議論してるわけです。ところが形を持つことによっていろんな制約がかかってくるわけですよね。その制約のためにね、物理学が変わってくるんですよ。それが形の物理。例えば今石川さんがドーナツということ、ドーナツと同じものは何かな。例えばトポロジカルに同じなものは、うん、そうそう、コーヒーカップですか。コーヒーカップどういう形してるのか、私コーヒー嫌いだからしょうがないんだけどね。今度手をこうなって、ここに手があって、穴が開いて、こうなってるのかな、ですね、これがね、トポロジカルにはドーナツと同じだったんですよ、ドーナツと同じだというわけで、形の物理学、どういうことかというとね、今言ったように物理学は高校時代ぐらいまでは無限の空間でも性質が物理的、ところがね、例えばこういうところとかね、こういうところとかね、まあこういうところとかね、こういうところで、物理が違うだろうと、空間が曲がってるのか制約されてるのか、空間が制約されてるのか違うだろう、こういうわけですよ。それで今グラフェンとかボロフェンとかこういうものは空間が制限されてる、二次元あるいは二次元的な膨らみですから、違うんですね、まさに形の物理学なんですよ。で、形の物理学というのはしたがって今物理学会の主要テーマの一つですね。で、一口でこう言うと簡単なように見えますけどもね、これは数学的には非常に難しくて、この形の物理学を統一的に議論するのにね、超弦理論というこの一番難しい、物理学会のメンバーでも200人ぐらいしか分からないと言われている難しい数学的処理があるんですが、その超弦理論をその形の物理学に適用する、それで理論を作っていくということ
まあ、プライベートな話なのか、私の息子が上智大学の理工学の教授やってますが、その息子などが始めたのがこの、形の物理学を超弦理論を使って展開するというようなことをやったんですね。これは息子と孫の協調論文として最初に日本でやったんですね。その割にはそのまま一向にそれからどうしたというのが一向に見えてこないですけど、苦労してんじゃないかと思うんですよ。あれ超弦理論の見間違い問題なんだけど、でそれで大変なんですね。でそうなんですね。そんな話、はい。あとで説明が出るのかじゃないですけどね、あのいろんな種類をやってますよね、研究、はい、物質、これは何か足りないからこっちの質で、何か足りないからこっちの物質でっていう、そういうようなところで生まれてきたいろんな種類なんですよね。まあ多分競争で新しいものでいいものが見つかりゃっていうのがあるんですよ。いいっていうのは何か不足した部分があるから、そこを埋めるためにこういった物質でとか、そういう話じゃない。まあ、あの次でちょっと言いますけど、ホストオブラフェン物質とはということで、書いたんですけども、シリセンは、シリセンと言いますとね、シリコンのハリカム構造であるシリセンが実験的に合成され注目を浴びている。シリコンは、原子が炭素より大きいために結晶構造がバックルしており、バックルって言うことわかんないんだけど、バックルしておりスピン機能相互作用が比較的大きくなる。このためシリコンにはウラフェンよりも豊かな物性が潜んでいることが期待できる、ちょっと実証的なんですけども、シリセンは最近大きな関心を集めているトポロジカル実演体を実現している物質の有力候補である。メモリーとしかある、はい、メモリーだから、まあ実演体ですかね、ですよね、まあ、ちょっとトランプ。またシリセンは従来のシリコンデバイスとの相性も良く、アイフルタ物質であるの、あるシリコンでトポロジカル実演体ができることは興味深いということを書いてある。だからやっぱりトポロジカルの応用ですね、これが大きいです。でシリコンはもちろんシリコントランジスタだったらいうように、今までずっと馴染みが深いですから、これは相性がいいということでやったのかもしれないですね。でまたちょっと別の方に、ゲルマニウムのハリカム構造であるゲルマネン、スズのハリカム構造であるスタネン、鉛のハリカム構造であるプランベンについても注目されている。これらの物質についても全く同様のハミルトニアンで、記述されている。これはあのハロボルシですか、でスタネンとプランベンについてと大きなエネルギーギャップを経験するとの理論予測もある。まだ理論なんですけど、で室温でトポロジカル絶縁体になることが期待されていると書いてあるんですね。で室温で得られるということは大きなことだと思うんですけども、でいろいろ、まあ、あとですね、最近ゲルマネン、スタネン、ブランベンについても実験的に、創生することに成功し注目されているということで、実際に作られていて、でこの使い道ですね、がいろいろ使い勝手がいいものがそれぞれについてあるということで、それぞれ研究されているんですよ。最初に出たグラファンより
こちらの方が使いやすいとかね、そういうのもあると思います。これはまあ研究、各国とか各大学ですね、各研究所で、それぞれの、まあ、狙いを定めたやつを研究しているんだと思います。で、まあこの辺のことは深くはちょっとやっぱり専門の人じゃない、専門の研究者じゃないんで分かりませんけども、一応こういうふうな感じですね。で、次に行きますと、これですね、2017年なんですけど、東大の研究グループですね、これ、なんか松田教授。松田学生の研究なんですけど、一応全部東京大学の研究グループは中国科学院のグループ、高エネルギー加速研究機構の研究グループと共同で、酵素の還元子ボロフェンの中に質量ゼロ粒子を発見した。これ、ボロフェンがここで出てきますけど、質量ゼロの粒子はグラフェンの中にあったんですけど、ここで改めてボロフェン、酵素の同素体の中でも粒子を発見したんですね。これまで、粒子ゼロの粒子は、質量ゼロの粒子は、炭素の単原子シート、グラフェンに存在することが知られており、固体物理の中心テーマとして研究されてきた。また、最近ではこの粒子は電気伝導を担うため、エレクトロニクスの新たな動作原理に従うものとしても注目されている。そうですね。これまでの研究から単原子シートにおける質量ゼロの生成には8の数乗の電子配列が必要と考えられていた。しかしながら発見されたばかりの単原子シートボロペンの電子状態を高電子分光法によって直接観測したところ、8の数乗の配置を持たないにもかかわらず、同様の質量ゼロ粒子が生成することが分かった。この粒子はシートを支える基板の影響により、質量の異なるペアを形成して存在していることも発見した。この成果は新材料ボロフェンが示す新規な性質の発見のみならず、次世代材料として注目されている。単原子シートに対して新しい、物質設計理念を提供するもの。今後この研究成果をもとに、質量ゼロ粒子による多種多様な原子シート物質の発見と工業利用への促進が期待されるとしている。結局これで言うのはですね、このシートの中の粒子っていうか電子ですね、質量がゼロとなってしまう。ゼロとなるそれは電子じゃないんですよ。電子じゃないですね。これ新粒子なんですよ。新粒子。これね、この著者はね、どうも工科系の人らしくて物理系じゃないもんだから、その重要さをあまり強調してないんですけど、うん、これね、実は新しい素粒子なんですよ、うん、でこれは実は80年以上前にね、イタリアの、マヨナラまあ、ラ
ナラ。ナ、ラナ。ナヨラナディウス。ナヨラナディウス。というのをね、理論物理学上予言していたんですよ。80年前ですからね。80年以上前だな。イタリア。あのイタリアはね、あの先進国です。皆さんはイタリアなんてのはもうね、経済がもう落ち込んでね、世界的に見れば随分もうね落ち目の国だという印象が、あるんですね。で日本もイタリアの道かと、例えば東芝がダメになったりですね、あのそういうふうに言われて将来はイタリアのように、ダメになっていくと。ところがね、イタリアに対する評価が違うんですよ。イタリアはね、確かに車のもあんまり作っても売れないしね、フィアットだったかな、あのあれだけどもね、ダンブルビー、この科学の分野では依然としてね、この強い成果を、フランス、ドイツ、イギリス、イタリアと、この辺りが依然としてね、経済活動、産業活動は沈滞していても、だからといって科学文明が落ち込んでるわけじゃないんです。だから日本で東芝がダメになったって、パナソニックがダメになったって、半導体が韓国と中国、ベトナムあたり、台湾と、で日本はもう半導体作れないよと、そういうことになりますけどね、いいんですよ。あの日本のね持っているその科学的な底力っていうのは、あの落ち込むっていうことはありえないんです、私はそう思ってるんです、その証拠にこのマヨナマヨナラマヨラナ粒子ですからね、この粒子がねマヨナラ粒子、マヨナラ粒子の特徴は何かというとね、電荷を持ってるんです、電荷が電子のようなんですよ、だったらこれのね、あの反粒子としてね、陽電子があると、ところがこれはねそうじゃないんですよ、これがなくて自分自身が反粒子なんです、だから自分粒子が反粒子だ、だからマイナスの電気を持った電子と同じように振る舞うんですよ。だから電気伝導度があるんですよね、でもね、あの反粒子がないと言ったらいいか、自分自身が反粒子でもある、こういうね不思議なあのソリューションで、これを見つけようとしてね、あの物理、学の実験の分野ではね80年以上努力してきたんですよ、まだ見つかってないんです、ところがこの、二次元構造の中でまさにピタリとマヨナナマヨラナ粒子の性質を持った、この質量ゼロでの粒子を発見したということになる。どうしてこれこの名前を出さないのか私はわからないんですけどね。先生、あのこれ確かに質量ゼロの粒子なんですけど、これはあの、ちょっと後で、後で出てくるんですか、これ。いや、ちょっと難しいんで、これ、あの原子が変化して、そうなったように感じられるんですけど、私には、ね。どっか内部から出てくるわけないですよね、前の側にしてもですね。それで、なんか説明を。いやいや、あのどこから出てくるっていうんじゃなくて、例えば電子があるように自然には存在すると、そういうことですよ。それは宇宙誕生の時に、宇宙誕生して1秒間ぐらいの間に、ガンマ線から次々と作られたわけで、その時作られたんです、もちろん。だからあのどこから物質の中でどこから出てくるっていうんじゃない。まあ、あの後でちょっとまたちょっと最後にしたいと思います。
質量がないっていうとイメージ的には光子みたいな光子、うんね、光子もね、あの反粒子は自分自身です、うん、それそういう質持ってるんだけど、ただ電荷を持ってますから、うんうん、だから物理学としてはショッキングな粒子、うん、どうしてもね単体としてね物理学の実験の分野で競争してこれを80年間探してきたんですけども見つかってなかった、うん、ところがごく簡単にね、うん、こういうボロフェンとかグラフェンとかこういうものの中につまり二次元の粒子の中にあったという、うん、二次元の世界にあったと、うん、ただ粒子だからね、なんで質量がゼロなのかってちょっとイメージわかんないですけどね、うん、光と同じだといいんだけど、そうではないような感じです。いや、だけどあの、ニュートリノだってミューオンだって当初は質量ゼロとされてたんですよ、うん、わずかながら質量があるということはあの分かってきたわけですよ、うん、だからね、別にあの質量がないということがそんなにね、不思議な話ではない、うん、でもそれを理解するからちょっと難しいですよね。あの自発的対称性の破れとかそういうのを読んでいくと多分質量を持つようになった経緯が出てくるんですけど、ちょっと私には理解、まだ勉強不足で理解できないような、それはね、あの標準モデルが破れた世界の話なんで、標準モデルの中にとどまっている限りなかなか理解できない、だからあっさりとやめてあの標準モデルはあの破れるんだと前提でもう頓着しないと、うん、示されたことを実験で示されたことで理論で示されたことが正しいだろうとそう思って評価していくと、うん、で将来否定されたらされたらそれは構わない、うん、なんか宇宙の最初の始まりでビッグバンがあるんですね、質量はみんなゼロだっていう、うん、それガンマ線は質量はゼロだから、でそれが兵器に従って質量を持つようになったっていう例が書いてあるんですけども、うん、で実質量を持つことがその中で質量を持つことがなかったものもあるわけ、うん、だってガンマ線だってあの物質になりきらないで今何ガンマ線なんてあの地上に行けば何個でも降ってくるわけ、うん、そうすると新しい粒子っていうのは、まあ、根は同じかもしれないですけど、まあ、電子とはまた違うと考えてもね、うん、だからそれ標準モデルを超える話ですけども、うん、あの電荷を持つのに質量を持たない粒子があると、うん、そもそも素粒子として、位置づけてないですよね。位置づけてないです、ね、今の標準モデルの素粒子表というのを枠を超えても17原子だよ、電子だ、でこういうふうになってくると粒子あの質量がかあのないとなるとやっぱり速くなる、動きが速い、いや光の速さだったんですよ、それが300分の1ぐらいになると分かる、質量はゼロだから速さ光の速さなんですよ、どう書いてないんですよ、まあ、でも基本的にはそういうことなんですよ、まあ実際にはそういうことなんですよ、マヤナ粒子の速度測定なんてのは そこまで実験はできないんですよ、うん、でちょっとまたあのちょっと難しいな、うん、それでですね、でまたちょっとさっきのさらいからなっちゃうんですけど、これもやはり東大の物理研究所の松田さんですね、同じ人の研究してるんですけど、さっきの話で周期表5番目の方向についてはこれまで多数の同胞体が報告されており、室温待機条件下における、最安定構造よりそれに向いても、未だに議論が続いている、だからやっぱり議論が続いているというわけですよね。それで昨今の
物質構造の研究や先ほど出てきた、グラフとかですね、あ、スタンです。フォークのアイスリーあの、ポストグラフですね。で、放送元素の周期という物質についてもさまざまな用具、これは放送、ですから、モロッコのことですけどね。で、三次元結晶と同様に、放送の二次元結晶も、複雑な電子構造が多数存在するとも分かってきた。まあ、ボロッコのことって言うんですけど、これらの放送シートの中には、金属的なものも表現されていることです。実際にも金属的なものというのははっきりしているみたいで、放送の結晶に未だに金属的なものが確認されておらずと書いてあるんですけども、今も確認されているものなんですけど、単原子シートの、合成に成功すれば、固体物理の歴史において珍しい金属的な放送、同体が発見されることになる。そんな中、ごく最近、金属結晶基板上に放送を乗着すると、二次元層が合成されることが、操作型トンネル顕微鏡で、観測された。そこで我々は本シートの、原子構造及び電子状態を理論計算と、放電子分光法で調べたところ、これらの二次元結晶が金属的なボロペンであることが分かり、さらに本シートの電子構造の中にはリラックバンドも、観測された。これリラックバンドというのは、先ほど、まあ、なんていうんですかね、質量をゼロとするようなことで、このリラックバンドというのは、これなんですよね。前に電動バンドでやったと思うんですけど、金属バンド、これ金属バンドってこれですね。これは電線みたいですね。こういったあの家電子バンドもあるんですけど、グラフェンの場合はこれグラフェンに書いてあるんですけど、グラフェンも同じこういう根性のものですね。で、ここに、ここで接するということが特徴的で、電動、これフェルイメンなんですけどね、このフェルイメンというのは、これちょっと待って、よく分かってる、はい、赤い方は何を意味してるこれ、加電子バンド、加電子、10万体っていうか、こっちが電動バンド、ここ、2層で見てるってことですか、絶縁体、これが絶縁体の場合には、離れてるこれがフェルメンがここにあるんですね、前ちょっとフェルメンがここにあって、金属の場合は電動体、電動バンドよりのところにちょうどフェルメンがあるんで、電子が電気が通るということで、これフェルメンが電動バンドより下にあるんで、電気が通らない絶縁体という、電動バンドとバンドがありましたよね、通す、金属が。これは横はですね、運動量なんですね、縦がエネルギーなんですね。で、ですから、フェルメンというのは実際の、なんていうんですか、この金属の中の電子のエネルギー状態ですね。それがこれより上にないと電気を通さない。これは加電子体で10万体っていってもう電子は入ってるんだけど動きようがない。でこれが今度の新しいトップ地下絶縁体の表面状況グラフになるんですね。で根状になっていってるんですね。でここで接しているの、これが特徴的な電子バンド状態でフェルミメンとちょうどで、ここにおける、粒子が
あ、粒子っていうか、その新しい粒子がですね、っていうか、あのこれが質量ゼロ、ゼロになる。で、これが開くとですね、質量が出てくるっていうことですね。だから例えばこういう、こういうふうになると、で一番最初にちょっと、高温状っていうんですけど、これ絵に、絵でね、これ描いたんですけど、こういうような、これリラックコーンっていうのが、言っていまして、ちょっとなかなか理解しづらいかもしれないですけど、一応こういう特徴があるということで、うん、もう一回、ここに、でこれは今東大の話ですね。東大の。で東京工業大学での話なんですけども、ボルフェンに類似するホースの二次元ナノシートを重圧化で完全に合成することに成功した。まあ結局2019年ですから、そこが新しいですね。2年前の8月。でこれはですね、私はこれ見てて、なんか、有望だなと思ったのは、割合簡単にぜひ、まあ、この文章から読み取るとですけど、ボロフェンはポストグラフェンと最近注目を集めているが、高真空下でなどの特殊な環境下でしか合成できる。実際に利用することは不可能と考えられてきているんですが、まあこれ大げさに書いてあるのか知りませんけど、で本研究で確立した手法では、溶液プロセスにより酵素原子層物質を極めて簡便に合成でき、さまざまな材料の添加に見込まれるということが書いてあります。でこれはですね、実際には酵素そのものだけじゃなくてですね、二次元構造体ですね、ホースの二次元構造体なんですけど、実際にはホースにカリウムとか、ここに書いてあるカリウムカチオン素とホームに積層しているこういった単元素ですね。ホースと酸素のからなる単元素がカリウムカチオン素とホームに積層したり、相関に働く血液が弱いため、ホースと酸素の電子層を簡単に取り出すことが分かった。酵素と酸素の原子層ですね、を取り出せるように簡単に作れるっていうことが売りだと思うんですね。そういった情報がありましたので、ちょっとここに、ボロフェンに類似した酵素ですね、酵素の二次元子の酵素ですね。それも上圧体育化でということですから、真空蒸着とかそういうのをやってるんですよね。で、やっぱり作るのが簡単だっていうことは、有力な候補、これからの意味では、メリットがあると思います。で、あとですね、リラク電子っていうのが出てきたんですけど、これリラク電子、先ほどのマイナー粒子という、だということをちょっとおっしゃってたので、リラク電子っていうことをちょっと話すると、1928年ですね、ポール・ディラックは相対性理論を量子力学に組み込んだ運動方程式、ディラック方程式を発表した。その後、グラフェンにおける電子の運動は、相対的なディラック方程式と類似していることが理論的に示された。結晶中の電子のエネルギーは、電子が波として振る舞う時の波数と波数の関数、エネルギーバンドとして表される。グラフェンの場合、2つのエネルギーバンドが一点で交差する近傍でエネルギー分散関係が線形を示す。線形バンド分散という。このため、ディラック方程式を用いて記述ができる。先ほどの、ホールのような形をしています。
ね。このようなバンド構造を持つ気体中の電子をディラック電子と呼ぶ。ディラック電子の質量は電子によって満たされたエネルギーバンドと満たされていないバンドのエネルギーの差、最小値に比例する。だから、質量はこのギャップにの満たされていないバンドとのエネルギーとの差の最小値にエネルギーギャップに比例するということで、ですからこれからまあ解釈すると質量が変わるという。グラフェンではエネルギーギャップはゼロである。グラフェンはゼロ。接していますから、ディラック電子は質量を持たない。ゼロギャップ状態。このように、電子の質量がない極限でのエネルギーバンドの分散関係は、線形で円錐型ディラックコーンとなり、ディラック分散と呼ぶ。ゼロギャップ状態では、電子に満たされたバンドと満たされていないバンドは一点で接するという特殊な状況になる。これですね。グラフェン、分子性動態、トポロジカル絶縁体の表面状態などでは、ずっしりのようにフェルミ順位ですね、ここ順位付近でバンドが、線型分散を持ち、有効質量がゼロとなる状態が実現されている。この状況ではスピン、軌道相互作用により電子の運動とスピンが強く相関し、磁場による磁化制御や光の回来率との結合など新しい物質性が現れる。これらが物質にどのような新機能を与えるか、今後物質開発の新となる可能性があるということで、このディラック構造、これがこの状態が有効質量が出るとなる状態だと表しているということで、私はよくわかんないんですけど、これが開いていくと質量がゼロでなくなるとか持ってくるということで、また本当に不思議な世界で、どうしてそうなるかというのはちょっといろいろ勉強しても私には今のところほとんどわかりません。だから、ね、先ほどの話もいろいろなことがあるんだろうと思いますけど、いろいろこれが分かったら面白いなと思うんですけど、まだまだ勉強するようなところがありますので、これから皆さんと一緒に考えていきたいと思います。なかなかちょっと分かりにくい話になってしまったと思うんですけど、なんか必要がゼロになる状態が現れるということで、そのためにこの電子といいますか、電子が速くなってですね、すごく理解するのが難しいのが一つ、必要ゼロのその粒子というのはどう変わってきて、こういう新しい技術が生まれてくる、そういう関係ってのはあるんですよ。いやちょっとこれだとなんか質量ゼロの粒子があるようだけどさ、だから何のそれは、こういう二次元の中でこういうのが発見されたっていう、発見してそれを新しい粒子だよっていうことだけだろ。そういうのそうでもなさそう。もしかすると次から先生の先ほど前ならかもしれない、かもしれないですが、はっきり書いてないんで、もし多分前ならだとしたら、これなんかここの中、こういうところでこれが両方に効いてるというのがあるんだなと。だからこっちはと言うと、要するに質量ゼロの粒子がありましたって話ですね。はい、
そこをいろんな、そうですね、それだけで非常に大きな話で、80年前にあるかないか分かんないような、ちゃんとした理論で予想したわけですから、理論物理学でもちゃんと合理的な理由で、予想したわけですから、それを長年にわたって観測しようと実験家は努力したわけです。それができなかった。ところがこんなところからそれが見つかったということですからね。それだけで大きな事件で、それをどのように利用するかと。例えば一口で言えばね、これ量子コンピューターに利用できますよ。それは当たり前なんですよ。こういう電気伝導で新たな量子的な効果が発見すればね、やがて量子コンピューターに利用されていくでしょうと、まあ、こういうのは一番簡単なあれですけどね。さて、どうやって具体的に利用していくかという、利用されていくのかというのはこれからですよ。なかなかもう10年経ってもなかなか利用方法が出ない。ただ私期待しているこの東京工業大学のは簡単にできたって言うと、ただ利用するとなんとね、また難しい面がいろいろあると思うんですけどね。だから純粋物理学の研究から今や応用物理学の分野に移っていって、応用物理学でさまざまな利用、画期的な利用が生まれてくるでしょう。そうするとそれが企業が手をつけると、そういう順番になっている。ちょうど今、理学系から工学系にこう移っていく、そういう過渡期ですね。本当になんか、なんていうかね、必要な問題っていうのはちょっとなんかね、ちょっと難しいですね。とにかくそういうのを考えんじゃなくて、とにかく物理学界で80年も前にマヨマナ、マヨラナ粒子というのが予言されていて、それを80年以上かけて実験的に検証しようとした全部無駄な努力ですね。したがって80年ですからね、大学院の時にこれやれと言われて一生これやった方がいるかもしれない。全く論文も書けないし、学位も取れないし、で一生棒に振った連中がどれだけいたか。そのマヨナラを発見した人はノーベル賞をもらわなかった。もらってないと思いますよ、マヨナラは。もし聞いてたらごめんなさい。その先がもっと明確になるとノーベル賞もらう。量子コンピューターに利用されるようになったらそれはなんでしょうね。もらうっていうのも死んじゃってるから、もらえない。いや、昔でしたらすごかったな。説明したのかなと私は記憶ないんだけど、どうして質量ゼロの粒子が発見されたんですかね。だから、測定してるんですよ。どう測定して、質量がゼロなので測定してるの、何に引っかかってたか。だから、放電子みたいな、なんですかね。光を打ち込んでですね、その運動方程式で解いてるんです、この運動量がどのくらいあるのか、多分なんていうか、アインシュタインが最初に光子効果したような、そういう、まあ、その原理が今でももっといい機械だったと思うんですけどね、そういうふうにしてそうです。光電効果で、光電効果で見つけてるんです。光電効果で、光を打ち込んで出てくる運動量を測定して、粒子がゼロだ。でも粒子がゼロでもあれなんですよね。ミューエッジで光とかエネルギーは、それはあれですよ、量子ですからね。プランク定数もあるな。それでも不思議ですけどね。不思議なことばっかりなんですよ。絶縁とか超伝導とかいうことは関係ある、関係あると思う、あるんらしいですね、これやっぱりね、一言で言うんですけど、やっぱり質量がゼロになるような、
そうですね。うん。超伝導なんていう言葉出てくるとなんか嬉しいですよね。どういうことに利用できるのか。でこういうの読んでると、うん、南部先生の話とか、うん、ピクスリューシーの話とかして、うん、必要を持つようになったっていうのもあると思うけど、ただね、難しいです。うん、まだ力ありますんで、何か他に。私もね、いろいろ読みなさったんです。こんなことだけでも。自分でも何言ってるか分からなくなっちゃった。電子は、まあ、対称性があった。これ、右ネジと左で、対称性があったというのはどういう意味なのかなと思って、これは、対称性、パリティ。え、パリティ。あの、最初は、当初は、カイラリティの、なんていうか、対称性があったのは、あの温度が冷えてくると破れが生じた。これが説明読んだんですけど、それはだから標準モデルから、うん、標準モデルではあの対称性、パリティ、対称性がある、家電対称性、それから左右対称性、うん、右手座標と左手座標で物理法則は変わらないというのがパリティ。パリティ保存法則ということは、だって考えてみたってそうでしょ。あの座標系としてね、こういう座標系だろうが、X 座標、Y 座標、Z 座標とこういう座標系を取ろうが、これが左手形、うん、これが左手形でどうだ、これが X こうか、これが XYZ でこうな、こうや、そうすると、これが Y でこうやって、これが X で、ちょっとこれでいいか、Y、 そうですね、どっちも言いますね、こういう座標、いずれにしても、座標形をどういうふうに右手形に選ぼうが、左手形に選ぼうが、物理法則が変わっておかしいんですね。表現の座標というのは表現の仕方の基準になるものですから、それが変わった、こちらで表現したのとこちらで表現したのが法則が違うということはありえないわけで、これがパリティというものですよね。パリティ保存というわけです、ところが、物理学ではこの対称性が破れると、パリティ保存が成り立たないという現象があるんですよ、そういうのはね、実験に見つかってるということだから、ショッキングな話、
つまり座標によって物理の法則が違うって言うんですから。対称性の破れっていうのは、ですから座標によって違うのが現れたと、うん。そうそう。それ昔はなかった。昔時間。ビッグバン当時。そうですね。当然標準モデルの枠を出たような世界だ。対称性の破れ、パリティ保存は成り立ってないということになる。不思議な話ですよね。法則がとにかく表現する座標の取り方によって法則が違うというのか、それは一つ一つなんか具体例がどっかにあるわけです。だから実験で実験でやったときにその実験を やった人とやった時間によって違うんだと、右手形なのか左手形なのか違うんだと、こういうわけですよね。電波が弱くて奇妙な話ですよ。だからパリティが、パリティ保存が破れる世界なんだよね。想像できないような世界ですね。私もそういう世界があるなということを聞いたら嫌になっちゃいますよ。早く死んだ方がいいと。そんな理屈があるかと。あ、繋がったみたい。繋がりました。しかし今や物理学ではそんなの常識だからね。こんな話は私も最近聞いて、やっぱり大学にいる人はすごいな。研究してる人はね、一瞬の一枚いかないと理解できない。私どもが一線第一線にいる頃はパリティが保存されないような物理的世界なんてのはないと。物理的世界は真実だ。真実なのは必ず右手形で表現しようと左手形で表現しようと同じはずだ。そうなってるというので安心して物理学をやってきたわけですから、それが晩年の頃からおかしくなって、どうも非保存の世界があると、パリピ非保存の世界があると、そうするとこれからパリティの問題になると。よし、じゃあ私がマルゼンで出す科学雑誌はパリティという名前にしようと。あ、そういうわけでパリティが登場したんです。その頃南部先生が最初に言い出したんですか、これ。対称性によって。そうですね、南部先生もその張本人の一人でしたね。つまり物理学者たちに目の敵にされた人の一人ですね。ちょっと読んでみると、南部先生のランダムの超伝導の、あれからヒントを得たっていう、そうですね。南部先生ってのは大天才でね、何でもやったんですよ。何でもやるんですよ。例えば物理と名がつくもの、どんな分野にでも南部先生の何らかの形で影響をしてると。超弦理論、超弦理論って言います、世の中で一番難しい理論です。これの超弦というのを見つけたのも南部先生ですからね。それでだからといって何一つね、画期的なね、あの分野で、一つの分野で名を残すということなかった。それでノーベル賞が遅れて、で死にかかったので、ノーベル賞委員会は慌ててね、ああ南部先生まだやってない、縛れたらダメだって言って、慌てて
なんでしょう、あんまり早く上げちゃったかいやもっともっと早く、もっと早く、一番有名なのは超弦理論なんですけど、超弦理論が本当に正しいかどうかっていうのはね、いまだに分かんないけど実験できないんだから、そのこともあってね、どうも南部先生はね、ノーベル賞を送れたんですけどね。小林松川さんの、そうそう、そうです。だから4番目のコークと5番目のコークと6番目のコーク、でそのコークが必ずあるということはもう南部先生が言ったこと、まあ名古屋のグループがその後その3つ見つけて飲んで一緒になったけど南部先生はもらったということですね。だから今のパリピ非保存だって南部先生が最初に言い出した。でもこの世界は読んでいくと面白いですよ。面白いといろいろ書いたんで、難しいけど面白い。ちょうど実験なんかできないですけど、いろいろ学ぶにはちょうどいいかもしれない。でも頭がおかしくなるね。南部先生っていうのはね、友永慎一郎の弟子ですからね。あ、そうなんですか。そうです。友永先生が最も信頼していた弟子の一人ですよね。弟子というかな、まあ、後輩だね、だったんで。で、お年半の南部先生がいるからと思って、東大の大学院に行ったら、あれですもんね、しかも大学に行ってると。そういうふうにね。で、当初は帰ってくるつもりだったらしいんだけどね。だから南部先生の講義は再来年からやるからと、こういう話だったんで、で南部研究室も再来年からまた再開するという話だったんだけど、再来年になったってもう帰ってこない。だってそれぞれだ、給料が10倍ぐらい。当時大学教授の給料が3問か4問ぐらいだった、ね、でアメリカじゃ50万ぐらいもらった。気がしないんですよ。それで文句を言ったら、じゃあアメリカに呼ぶからって、次々とね、優秀なね、助教授たち、助手の連中がね、シカゴ大学に行っちゃうんですよ。でもうね、シカゴ大学物理学科ってのは東大の物質みたいになっちゃう。でまた行った人たちが帰ってこないわけですよ。日本人に占領されちゃう。だから、なんだかな、当時のだから東大物理学科ってのはつまんない学科になっちゃった。なんていうかな、引っこ抜かれたね、ああそうか、いい2年が全部引っこ抜かれてね、あとは雑草だけになったんですよ。大谷選手にそんなことを言うと怒られる。いやとにかくそんな状態で、だから大学院のドクターコース終わったら、しかも大学院と、みんなそういう道を行ったんですよ。ネットの人質問ないかな。なんか増田さん、斉藤さん、いい、はい、何か質問ありましたら、あともう一人。あ、吉川さんありがとうございました。伊吹さん、すみません、せっかくなんで、はい、じゃあ一個だけいいですか。なんだっけ、ボロフェン、グラフェンとかボロフェンって、自然にも存在するし人工的にも作れるものだというふうに理解したんですけど、合ってますかね。多分合ってますよね。自然にもあったと思うんですけど、トポロジカル物性によれば、形の物理学ですから、形が違えれば、全然単位になれば、超伝導にもなれば、普通の動体にもなると、そういうことで、
形を違えればいいんですよ。はい、あとなんかタンゲンシシートっていう言葉が出てきたんですけども、あのあれですかね、すごく薄いなんかシートみたいなやつが多いイメージ、そうです、感じですかね。そうです、そうです、薄い、原子1個分であるんです、大体原子1個分ジオームストロング、1オームストロングが10のマイナス8乗センチメートル、それでジオームストロングで、それの単層です、単原子層です。わかりました、ありがとうございます。伊吹さん、増田さん、はい、何か、どうもありがとうございました。あの質量ゼロの粒子っていう話が出ましたけど、これはいわゆる仮想粒子なのか本当の粒子なのか、つまり寿命的にそのすごい10のマイナス30何乗とかの めちゃくちゃ短い時間での伝承なのか、ある程度寿命があるような本来の粒子なのか、どういう、どっちなんですかね。これはもちろん本来の粒子です。本来の粒子ですか。あの寿命もなど、まあ、もちろんね、さまざまな寿命のをあのこの操作するとか寿命を短縮させるプロセスはありますけども、原理的にはあの永遠の寿命を持った存在です。だから電子と同じような寿命を持った存在です。ああ、なるほど、なんか興味深いですね。質量物質を構成する素粒子で質量がゼロっていうのは、今までニュートリノがそうだと思われたんで、それは質量があるということがあるんですけど、質量がゼロっていう素粒子はもうちょっと想像でしますよね。そうです、おっしゃる通り。だから迷わない人がとんでもないことをすでに80年前に提唱してるわけですよ。当時もちろん誰も信用しなかった話ですよ。すごいな。ちょっと衝撃的でした。はい、ありがとうございました。それでさ、増田さんね、増田さんさ、はい、あの来週からね、ちょっと9月の12日まで一応宣言が出ているので、ここに集まるのは、あの講師とそれからそれをお世話する2、3人で5名ぐらいの範囲内でここでやろうってことになってるわけ、来週から。で、あとは全部あのスカイプであの参加してくださいってことですから、その辺理解しててください。はい、はい、わかりました。以上です。はい、ありがとうございました。はい、そろそろバッテリーもなくなってきたから、ちょっと。どうもありがとうございました。